はい、おはようございます。おはようございます。今週の高木恭志郎、はい、スペシャル、スペシャルですよ。よろしくお願いします。お願いします。はい、大丈夫か。今回は針金、心拍の針金を、お、もうすでにかけてますか。そうですね、はい、かけてます。じゃあそれを、盆栽に仕立て上げていくといったところでよろしいでしょうか。そう、あ、そうですね、はい、はい、ちょっと今見せてもらえますか。はい、もともとどんなやつだったんですかこれ。シャリも入ってなくて、うん、あ、シャリも入れたんだ。はい、もうどっちつくやつが木だったんだ。木だったので、旦那にこういう木ってどうすれば正解ですかねっていう、ちょっとこう、うん、僕の想像できないんですけどって話をしたら、はい、じゃあやってみろよって。ああ、やって学べと。もともと鉢に入ってたと。ああ、そうですね。なんかよくわからない鉢、よくわからないですが、洒落た鉢ですよねじゃあこれを針金かけていくと、はい、というところでよろしくお願いします。お願いします。弟子入りしてどんぐらい経ちました。3ヶ月。はい、3ヶ月でこのぐらいの仕事はしちゃうと。すごい。まあ、でも普通だったら もうちょっといろいろあんまできないのかな。できないんじゃないですか、盆栽さんの弟子って。多分できないと思います、おそらく、うん、想定なんですけど。想定としてはこれを前に持ってきたら、うん、後ろのやつ模様着っぽくなるんじゃないかなっていう、という想定で、想定でこうつなげて寄せようと、寄せようと。結構二股に分かれてるような。そうですね、ちょっと分かれすぎな、分かれすぎな木だよね。でそれを寄せて一本目の枝を差し枝に持ってくると、持ってこれるのかなみたいなところです。ちなみに正面はどちらですか。正面はこんな感じで、お、これを持ってこう持ってきて、ほうほうほう、いけたら、あ、なるほど、っぽいんじゃないかな。ここだけで作ろうかなと思ったんですけど、上抜いちゃって、はい、うん、なんか抜けるならいつでも抜けるじゃないですか。そうですね、やってみて、ダメならあ、下一本になる可能性もある。でもできるのかなっていうところで、ところで、なんか東潤さんの教え方としては、はい、あれですね、なんかやらして覚えるみたいな、だと思いますね。カンタ君もそんな感じだもんね、はい、大丈夫ですかこれ大丈夫か。大丈夫自信持ってプロなんだから、はい、引っ張れない、どうしよう、引っ張りどころが難しいですね。試行錯誤しております、うん、失敗もまた経験、こうやって一人前の盆栽師になっていくのかというところですね。グーって、大丈夫だよな、ね、実感として盆栽うまくなってきたかなとか、はい、まあ、入る前に比べて3ヶ月。そう、なんとなくなんですけど、うん、感覚として空間というんですか、棚の空間とか、うん、ここにこの枝がちょっと重いとか、うん、いらないよなとかっていうのはなんとなく理解できてきたみたいな。そうですね、見てて思って、あ、で神田さんが、あ、実際、あ、やっぱそうだよなっていう答え合わせを、うん、がちょっと当たってくるようになってきたのかな、うんうんうん、なるほど、っていうのは実感としてあります。盆栽の弟子は人におすすめできますか。僕盆栽やりたいんですよねって言ってる人に、たまに僕のとこ DM 来るんですよ。あ、そうなんです。なんで僕に紹介してくれって言うのか、謎なんだなっていつも思いながらDM を見てるんですけど、どんな人かも分かんない人をね、知り合いの盆栽に紹介できないじゃないですか。怖いですよね、はい、何も答えないんですけど、はい、どうですか盆栽の弟子やってみて。どうなんですかね、若い人だったらうん、いいんじゃないかなとは思うけど、ね、思いますけど、僕みたいな人生ギャンブルみたいな人は、人生ギャンブルしてる？ギャンブルですよ。ギャンブルしてるか。役者やって盆栽師、はい、確かに変な人だね。ギャンブル、人生ギャンブルですよ。うん、その人には、まあ、ギャンブルが好きな人は、うん、いいと思う。ギャンブルはしないですけど、うん、あ、まあでも若い人だったら全然いいと思う。いいんじゃないかなと、うん、まあ、早めにやるのが一番だと思いますね。いいね、好きなことを やらない人生よりやった方がかっこいい、かいいだし、楽しい人生だなっていうのがあるので、ね、まあ、特にこう、お金持ちになりたいとか、
そんなことは特に考えてないので。なるほど。少しだったらいいんじゃないですか。うん、盆栽師になってお金持ちになるっていうのはなかなか現実的には難しいよね。難しいですね。まあ、カンタ君は成し遂げそうな気はするけどね。うん、伸びないんだよ伸びないんだよ。差し枝のところに針金をかけようと思っているんですけど、高木さんの成長をこの動画で皆さんにお見せしたいと。盆栽級セカンドはどうなったのかというところでございます。ごめんなさい。私なぜかね、30分ぐらいなんか僕の撮影もしてましたけど一切動画も分からず。いや、こんな上げるんですけど、もういいよ上げなくて。上げます。いつの動画上げてんねんってなるから。一向に針金がしくったやつかもしれない。しくったとか一人でなんか言ってます。本当大丈夫ですよ。本当取らなくて取らないでくれ。午後に終わりました。終わりますか。仮の植え替えしましょう。さあ、今週の京志郎スペシャル。やばいです。もう午後からつってももう。そうですよ。あと1時間。1時間。心拍の動画と思いきや、仮の植え替えになると。そうなんですよ。こうやってる最中に、うん、いろんな仕事が舞い込んでくるんですよ。そうね。なかなかこう進まないんだよね。進まないです。そう。午前中で終わると思った撮影が丸1日かかることもありますね。確かに。そうです。私はひたすら待ってます、いつも。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。今週の京志郎でした。間違えちゃった。こんだけ緩い動画ってことは、はい、やばい。国風でストックがないということですね。あ、国風のためのストックを今撮ってますので、ちょっと普段と違う盆栽級を皆さんにお楽しみいただけたらと。あれ合ってたかな。合ってたと。合ってた。はい。京志郎の盆栽マスターへの道は続くのであった。はい。本日は大きな花輪の植え替えスペシャル。植え替えスペシャル。目動いてますね。動いてますね。あ、本当だ。すごいですよね。花輪って早いのかな。こんぐらい芽出てると、いや植え替えしなきゃと思っちゃう。思っちゃいますよね。来週の芽でやっちゃう。芽が動いてますけど、はい、植え替えのタイミングだと。もう葉っぱが出る前にやりたいと。やらないとちょっと間に合わなくなっちゃうんで早めに。でこれやったらハウスに入れますね。うん、こっちはこのままでいいって言ってるんで、このままで。はい。この木なんですけど、半剣というか、うん、チックの木ですね。花輪でこういう木ってあんまりないので、うん、珍しくて、まあ、面白いような形をしております。どっちかというと花輪だと模様切りでどっしりとした木が多い中で、株立ちとかそういう中でこういう半剣の木があっても面白いかなと、うん、僕は好きな木ですけどね。なんかでっかい実ができるイメージなんですけど。ああ、で、そう、これぐらいの、ね、折れちゃいそうだね、枝が。でも土をつけると今度は枝が太くなるんで、本当つけない方がいいんですけど。なるほど。まあ、まあ、一応伸ばしてるとこと細かくつってるところがいろいろあって、例えば上の方は少し太らしたいんで走らした部分もあるんですね。うん、なので少しだけちょっと太いところもありますし、この辺だと少し細かいように作ってますね。いろいろ木の将来像を見越して、枝を太くしたかったら一回走らせてみるとか、細かくしたい時にどんどんハスカシして追い込んで中に芽を吹かせるとか、そういう作業をやってあげると早く木ができるんじゃないかなと思いますけど、この木だと若干もっと寝せても面白いかなと思うんですよね。ここが頭なんで少し寝させてあげると、うん、これぐらいにしてあげると、なるほど、ね、バランスがいいのかなっていう、うん、ここの問題ですね。鉢との、うん、当たってるもんね、そこ、うん、入るかわからないので、ちょっとこっちを高くしないといけないかもしれないし、はい、ちょっとそれは抜いてみての判断かもしれないですね。なるほど、はい、
元はね、ここにあったんですよ、太いのが。もう一個、うん、で、今こっちに建て替えたから、これただのまっすぐだったんで、ここ、あ、ちょっと振りがあるように作ったんですけど、ね、ちょっと左に持ってきてんだ、はい、あとは将来的な話、僕はこの辺で切っても面白いかなと思ったりしたんですけど、うんうんうん、ただそれだともう本当に数年、ちょっと頭が寂しい状態になるんで、とりあえず今これで作ってます。はい、はい、じゃあ、というかやっていきましょうか。はい、下げよう。あ、抜けそうっすね。おぉ、ちょっとそれ準備してもらって、植え付けをちょっとこれぐらいにしたいんですよ、うん、ここはまず結構さばくのと、この下ですね、はい、で見てもらえるとこの白い根っこ、うん、これ全部仮なんですけど、もう動いてるんですよ、完全に、はい、今年で多分この辺もう動いちゃってるんですね、うん、だから全然今やって大丈夫だと思います。なるほど、はい、そこの真ん中の穴って実際使わないんですよ、はい、ネットが止まればいいんです。そんなに輪っかを大きくしなくて、ここでもいいし。ずっとあるの、この木は。ちょっと 3年ぐらい。3年ぐらい。で、カリミっていう木はものすごく水が大好きなんですよ、はい、なんで、まあもちろん桐生も入れますけど、大粒の桐生、あ、じゃあ大粒の赤玉も入れますけど、結構割合的に赤玉が多く配合しようかなとは思ってますね、うんうん、赤玉の方が水を含むから、水の血を、はい、よくするために、うん、とは言っても細かすぎてもあれなんで、はい、バランスで、うん、でもだいぶ根はちっちゃくなりましたね。そうですね、ここだよね、ここをどう、そうですね、入れてみて、うん、ちょっと上げなきゃいけないのか、ちょっとこういう不要な細かいやつは切ってきますね、うん、カリンってこうやって皮が剥がれるところあるじゃないですか、はいはい、これやっぱどうなの、剥がれない方が綺麗だよね。いや、でも剥がれたらカリンらしさが出るんで、全部剥がす、いやいや、剥がれてたりとか剥がれてなかったりとか、そういうまばらなの、まばらのがカリンの肌っぽいですよね。そこはそれで自然だと。そうそう、でも土の状態もすごくいいですね、うん、この木が生きすぎて、ちょっと今週の京城スペシャルじゃない可能性が出てきました。京城スペシャルでしょ、これ京城スペシャルにしようと思ってたんですけど、迫力が、絵力からがここをサムネにしようかなって感じになってきて、いいですか、このこれ越しの京城、京城っていうカリンの上からかっこ京城スペシャルにしようか。京城スペシャルもあるよ、兄弟弟子の息の合った連携が、繰り広げられております。いい木を作りたい、その一心で彼らは真剣に木と向き合っているのでしょうか。この町を変えたい、その一心で。行け行け、後ろぐるぐる回っております。いや、なんか前に来ちゃう、邪魔かなと思って。絵力の、絵力の、絵力なくなっちゃう。長い根を切っているのでしょうか。太い、で長いのだっていらない、うん、いらない、そこが伸びちゃって全然切って大丈夫だよ、ね、ありますからね、うん、パワーも出てないし、これ切った方がいいですか。切ってください、切った方がいいんじゃないですか。切ってください。息の合った連携が終わりました。口の中に入っちゃった。息の合った連携が続いております。目洗いってやつ、目洗い、雑木だからならではの作業なんでしょうかね。そうですね、
で、そういうのも出てくるんで、中で選別もできる。今重心がこっちです。どれがいい？いや、そのまま。変えますか？お、お腰はどうなの？ちょっと傾けようかな。四角とかがいいですか？四角、まあいいんだけど、長方でもいいし、力があるんだよ、これね。そうですね、うん、力がある、丸はね、ちょっと近いとね、優しい木っていうか、文人とかね、はい、こうあるんだけど、これ堂々としてるでしょ。はい、こっちが出るんで、だいぶ、はい、この辺の細かいの切っちゃう、切っちゃう、細いのがどうし出てるとどうしても少し若い印象になるんで、うんうん、これぐらいかな、多分出ると、うん、結局鉢は変わったけど角度は大体一緒って感じだよね。ユークサラエみたいな、ユークだっけ、角度をつける方に土を持ってると。そうですね、こっちこうやってやってもいいですか。やっぱ当たるんだね、そこはね。じゃあ、はい。細かすぎる。はい。これぐらいだったら。ギリだな、多分これで、こうかな。土はだいぶ緩くなってるのかな。そうですね。ね、土の量は増えてるのかな。うん、先輩の月のスピードは速いね。だいぶ印象はでも変わった。シートした感じ。土がいい色になっちゃってる。Thank you.
美しい。これって苔を混ぜるんですか。本当に普通に混ぜる。水苔に普通の苔混ぜると巻苔ってやつですかね。わかんない名前は。苔を巻くと自然に生えてくるやつ、うん、これもですか。うん、今週の京城スペシャル、いよいよクライマックスです。協賛どこですか。協賛と提供。提供はテニスの王子様 2.5 次元舞台版で出演されて出てました。調べてください。高木清志郎写真集まだ販売しております。いやもう持ってないか。いやアマゾンで見た気がする。皆さん中古で買った方が安い。中古で買ってください。10円とかで売ってると。高木清志郎写真集も出しております。第二の夢を今追いかけて頑張っているところです。完成と、はい、いうことで、ね、お客さんは来ないんですけど、はい、でお客さんはあの鉢でいいって言ってたんで、うん、やっぱり園主の目で違う鉢の方がいいんじゃないかということで違う鉢になりました。どっちかというとあの鉢よりかはどっちりとしたそういうような迫力のある印象に変わったのかなというふうに思いますし、この先また枝を増やしていくともっと迫力のある木になっていくんじゃないかなと思います、はい。特に頭の部分はまだ全然未完成のところが多いので、この辺のバランスと合うような枝作りをしていくと、うんうん、もっと樹角が上がってくるんじゃないかなというふうに思います。作業的には、今の時期、ちょっと早いんですね、このカリンというのは芽吹きが、はい、なので少し早めの段階で植え替えをしましたけども、基本的には全部の雑木はですね、この葉っぱが出る前に植え替えしてあげる方が、うん、一番春先の目に影響しないので、そういうところをちょっと注意しながら植え替えしてみるといいかなというふうに思います。ちょっとね角度変わったんで枝の先先端とかはちょっとずれてるので、はい、多分これから調整していくのかなというところですかね、はい、あとは少し強いところもあるので、うん、ちょっとその芽の出た状況でまた織り込んであげてもいいんじゃないかなというふうに思います、はい、ただ可能性としてはこういうがっしりとしたような方向性が出てきたので、この先また枝数を増やして迫力のある木にしていきたいなというふうに思います。はい、はい、本日の主役の人どうですか。はい、いやとても勉強になりましたキビキビと来ていきたいと思います。あ、ちょっとなんか反省するところがあったんですか。あ、そうですまあね、成長を期待しておりますはい、あでもね、大きいんだとあんまりないですもんね。そう、あ経験サポートぐらいあるけど、うんうん、まあ、この後続くんで、こういうのがやらないといけないし、こういうのはでも一人で やらないとね、本当は。じゃあ高木の植え替え動画をちょっとどうやったら軽いから、うん、そんなに。やっぱまだね自信がないんだろうなっていうのを見てて感じるから、はい、その辺がねつくといいですね。そうですね。でもいろいろやって、うん、怒られて成長していきましょう。お子さんざ怒られたんで、ああそんな時期が、今も怒られてる怒られてるんで、この植え替えの動画が良かったなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。プリーズサブスクライブ and thumbs up バイバイありがとうございました。ってことはどうなんだ、高木さんの最初に撮ったやつどこに入れんの。いや見てなくていいんじゃない。どこに入れんだ、高木スペシャルなんだな。でも高木スペシャルの趣旨説明はしてないですよね。してない、この中で。じゃあやっぱ最初に入れなきゃダメなんだ。このカリンまでたどり着いてくれたら、はい、いいね、市長さんが最初にやめちゃわないでね。やめちゃいそう、うん。